12月の29日水曜日、本日の新聞コラムの音読を行います。本日の産経名の表題は、コラムの表題は次のように決めました。コロナ禍の受験生。では音読します。教師が心配するな。入試にパスするのは運ではない。まして金でもない。結局は実力だと言ったら、皆心配そうな顔になった。あったと思ったら、去年の受験番号だった。受験雑誌。受験雑誌啓出時代に勝って投稿されたユーモアコントである。尚氏の連載記事、戦後史開封、受験戦争で紹介されていた。投稿した元受験生はすでに古希を過ぎた時代である。受験を経験した人は何歳になっても失敗する夢を見るという。コロナ禍は大学受験にも大きな混乱をもたらした。数十年後にはどんな思い出として蘇るのだろう。受験生が新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株の濃厚接触者となった場合、受験は可能なのか。文部科学省が24日に発表した指針では、本試験の受験を認めず、追試験などで対応するよう大学に求めていた。ところがわずか3日後には指針を撤回する。検査結果が陰性など条件を満たせば別室での受験を認める方針を発表した。政府の迷走はいただけないが、多くの受験生や保護者は胸をなで下ろしているはずだ。追試験となれば別の大学の受験日と重なる心配もあった。大学入試をめぐっては、共通テストへの英語民間試験と、国語数学の記述問題の導入がすったもんだの挙句に見送られた一件も記憶に新しい。コロナ禍で大きなストレスにさらされている受験生をこれ以上翻弄しないでもらいたい。今回の文部省の方針転換は、岸田文雄首相から末松信介文科省への指示によるものだが、首相は東京大学を3度受験して失敗している。自ら人生最大の挫折と呼ぶ若き日の経験が、受験生の不安を払拭する決断につながったとすれば、結構なことではないか。令和3年12月29日水曜日、産経名の音読を終わります。啓設時代って、うわ、懐かしい。そんな雑誌がありましたね。昨日はインターネットの回線を別の回線に変えて、その回線をつなぎ直すのに一日中かかって、やっと回線がつながりましたけど、今日の朝まで、今日の朝一度つながると、つながってネットは見れて、その後にまたつながらなくなって、昼まで右往左往していました。この頃、
のネットは難しい。以上です。尖閣の方は昨日の、尖閣の方を見ましょうか。はい、尖閣周辺に中国航線2日連続、尖閣諸島沖縄県石垣市周辺の領海外外に領海外にある地域で29日中国海警局の船4艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは2日連続。第11管区海上保安本部那覇によると1艘は機関砲のようなものを搭載、領海に近づかないように巡視船が警告しております。以上です。本日もありがとうございました。年末です。皆さん風邪をひかないようにしましょう。ありがとうございました。